自民党の執行部が全国に出向き、有権者らから忌憚のない意見を聞く政治刷新車座対話は、国民の信頼回復につなげようと今年3月から全国各地で行われています。今日は党の執行部から組織運動本部長を務める金子恭之元総務大臣や山際大志郎元経済再生担当大臣らが出席。金子組織運動本部長は、今回の裏金問題は国民の政治不信を招く極めて深刻な問題である。これを一つのけじめとして信頼回復に向けた取り組みを進めていくと強調しました。また三重県連の幹部からは、政治資金の透明性を求める発言が多く飛び出し、1円単位で領収書の管理を徹底してほしいなどの意見が出されました。一方で、一般党員や有権者からは、国会議員は JR 全線に無料で乗れるなど経済的に恵まれているはずなのに、なぜそれ以上にお金が必要なのか、裏金問題に関わった議員に対してもっと重い処分を科すべきだといった厳しい声が上がっていました。